本日はですね、こちらですね、ニューバランスさんの最新サッカースパイク、早速開封していきたいと思います。それでは、開けていきます。はい、というわけで、ニューバランスさんの最新サッカースパイク、リケラ V3 プラスですね。プロの方です。こちらの、紹介をしていきたいと思います。で、テケラの方はね、基本的にボールコントロールを、重視したような、サッカースパイクになってまして、柔らかなニットによるヒドラスキルって呼ばれるこのアッパーと、キネティックスティッチって呼ばれる、まあ、コントロール機能ですね、ここの2つが主な特徴となっております。それでは早速機能性の詳細を見ていただければなと思います。まずサイズ感に関してなんですけども、今回25センチですね、履いてみてるんですが、若干大きめかなっていう印象は受けます。サイズ変えるほどかと言われるとちょっと難しいところではあるんですけども、まあ、気持ち大きめかなと思ってもらってもいいかもしれません。そして今回幅の方が、デー幅とツーイ幅2つ出てます。で今回ね、ご用意してるのはツーイ幅なんですけども、まあ、デー幅が、まあ、やや細めの方で、ツーイ幅が、まあ、標準からやや広めの方が、履くのに適した、幅感になっております。はい、なんで2種類から幅は選べます。そして重量は25センチ片足でだいたい 246g ぐらいになってます。まあ、正直昨今のサッカースパイクの中ではまあ軽いとはちょっと言えない重量ですね。だいたい軽いスパイクで片足100、180、190、200g ぐらいにはなってくるので、まあ、246g っていうのはまあちょっと重い目かなというふうに思います。でまずアッパー素材なんですが、アッパーにはヒドラスキンと呼ばれる、アッパー素材が使われてます。今回ですね、このアッパー、ニットがベースになってまして、表面に樹脂のフィルムを乗せたような、アッパーになってます。触ってみてもらうと分かるんですけども、まあ、結構ね、柔らかくてニットらしい質感、そこに、まあ、フィルム材が、重なって入ってるといったような感じのアッパーに仕上がってます。そしてテケラシリーズのもう一つの特徴がキネティックスティッチです。このボコボコボコっとした、凹凸ですね、これがまあステッチ、縫い糸のようにまあ入ってまして、これがね、各部位ごとに、形がこうちょっと変わっております。このね、形形状を変えることによって、足の、まあ、ズレとか伸びを防いだり、または、ボールのコントロールですね、ボールをトラップする時とかに、まあ、滑りにくくしてあったりとか、そういうような衣装が前面に施されています。まあ、かかとはね、ないんですけども、かかと以外には基本的には全部入っている、前足部から中足部まで、はい、全部に入っているようなものになっています。なので、アッパー中足部も同じですね。基本的には、ニットベースのアッパーに、樹脂フィルムが乗っている。そしてそこに、キネティックスティッチがあると、いったようなアッパーになっています。まあ、この中足部特徴的なのは、アウトサイドの N ロゴですかね、ここがねしっかりとこう外側の補強になってますので、足がこう外に流れるような時に、まあ、ちょっと抑えてくれるような、設計になってあったり、あとは後部のニットのところですね、今回ニットはかなりこういう感じで、広く高く設計されてますけども、非常にこのニットがこんな感じで伸縮性が高いニットになってますので、甲にぴったりと、吸い継ぐようにフィットしてくれるような、甲になってるっていうのが特徴です。また履き口とかもね、こんな感じでニットにできているので、まあ、足首周りピターッとフィットしてくれるといったのも特徴となっております。で、後ろですね、かかとの方には、ヒールカップが内蔵されてます。ここですね、カップが中に、しっかりと入っているものになってます。めちゃくちゃ強いわけではないですけども、まあ許容範囲内かなというふうに思います。そしてちょっと中はちょっと見えづらいと思うんですが、かかとの内側にももちろんクッション入ってまして、かかと周りは起毛素材でできてます。なのでこう、ちょっと滑りづらくなっているっていうのが特徴ですね。で、あとの前側ですね。この辺の前の方には、もうちょっと、柔らかで、ソフトなクッション材が配置されてますので、ニットの、柔らかさ、樹脂フィルムの、まあ、グリップ感っていうのもありながら、ソフトな足なじみ、履き心地が感じられるようなアッパーに仕上がっているのが特徴です。また中の素材ですね。中のボードの素材は、フルレングスの、ボードが使われてまして、ここはね、442とかとちょっと違う。442 Pro とは違って、ちょっとね、柔らかすぎない程度の反発感のある、中底になってます。かといって 442SP みたいな、あのカチカチ硬い、かなり硬く反発感って感じでもなく、42 Pro のようなふにゃふにゃの柔らかい感じでもない、まあ、ちょうど間ぐらいの、反発感に仕上がっているというのが特徴かなと思います。そしてインソールにはインフィニグリップと呼ばれる、まあ、グリップ付きの、インソールが採用されております。まあ、表面がちょっと滑りにくくなっているグリップ素材ですね。まあ、横方向も多少効きますけども、どっちかというとまあ縦方向にしっかりとまあ滑りにくくなっているっていうのが特徴のインソールかなと思います。基本的にはこの滑り止めが特徴のインソールになってますので、まあ、他はね、基本的にまあ普通のインソール、まあ、適度にクッション性があって、
適度に薄さもあってっていうようなインソールになってます。そして最後アウトソールですね。アウトソールには、土、人工芝、天然芝どこでもお使いいただけるタイプの、ソールが採用されております。ここは、442シリーズと、同じ、HG ソールが使われてるんですけども、まあ、さっき言った中底がちょっと素材感が違うので、履き心地、走り心地としては、プロとも違うし SP とも違うといったような感じになってます。まあ、初代とかはそんなことなかったと思うんですけども、この、テキラ V3 プラスプロになってからはもうこんな感じの、適度な反発感があるような、ソールになっていると。で基本的にまあ、円柱ベースの、ソールなので、扱いやすい、ソールになってるかなというふうに思います。全方向に、まんべんなくグリップが効くようなソール。かつ、まあ、ニューバランスさんの特徴で言うと、まあ、ここのつま先に、しっかりとダッシュの時に、まあ、滑りにくいように、スタッドが設けられてたり、逆に、かかと側ですね、こっち側にも、滑らないように、後ろ少し低い目ですが、設計しあったりと、まあ、こうサブスタッドがちゃんと機能するような場所についてるっていうのは一つ特徴かなというふうに思います。まあ、あとはこんな感じでね、しっかりと前から、曲がるソールになってますし、本当に、円柱ベースの、グリップ性そこそこちゃんと良くて、ターンとかもしやすくて全方向にしっかりとグリップが効くと、いったようなソールになってますので、まあ、扱い勝手のいい、ソールかなというふうに思います。ちなみに余談ですが、シューズの方には、今回ですね、凝った風な靴べらが一緒についてきます。まあ、靴のかかとね、踏んじゃうとやっぱり靴の機能としては非常に落ちてしまうので、こういう靴べらがあるっていうのはありがたいですね。はい、というわけでニューバランスさんの最新サッカースパイク、テケラ V3 プラスプロ HG のね、紹介は以上となります。やっぱりね、一番特徴的なのは、アッパーのニットのフィット感であったり、まあ、クッション材のフィット感であったり、まあ、あとはボールコントロールのところのね、キネティックスティッチであったり、まあ、そういったところが特徴のシューズかなというふうに思います。まあ、重量感は多少ありますけども、足幅がね2種類から選べますし、まあ、様々な、ね、グラウンドで使えるアウトソールっていうのもまあメリットかなというふうに思います。かつまあ中底もね、うまくバランスが取れてる印象もありますし、インソールもね、適度にスペル止めのついた、インソールとなってますので、まあ、特にこうボールコントロールとか、タッチとかトラップとか、そういったところをね、重視される方は一度検討してみてはいかがでしょうか。というわけで本日はニューバランスさんの最新サッカースペック、テケラ V3 プラスプロの、紹介でした。ご視聴ありがとうございました。